アマニマヌエル・サントス・アギナルドはフィリピンのサッカー選手、フィリピン代表、ポジションは DF。サッカーを始めたのは5歳の時であり、その後9年を経て U-14 代表に選出された。この時の監督は近鉄手で、後にロヨラ・メラルコ・スパークスやファー・イースタン大学でも再開する。16歳の時には、ハサナル・ゴルキア・トロフィー2012に出場する。 U-21 代表に飛び級で選抜され、この時に相部屋となったマルウィン・アンヘレス。マルウィン・アンヘレスの双子とは親友の間柄となった。その後、ロヨラ・メラルコ・スパークス FC とファー・イースタン大学の監督を兼任していた近鉄主にスカウトされて、ロヨラ・メラルコ・スパークスと大学のチームであるフ・タマロースに在籍した。なお後にフィリピン大学に転学した。 ロヨラ・メラル・コスパークスでは2012年にシンガポールカップに参加し、ここで途中出場し選手として初出場となった。2013年にグローバルセブン FC に移籍。2018年セレスネグロス FC に移籍するが、2019年はマレーシアの PKNPFC に期限付き移籍でプレーした。2020年1月3日、タイリーグ1のトラート FC に移籍。 2013年8月にインドネシア代表との親善試合に臨む21人のメンバーが発表され、ここで初選出となった。同月14日に行われた、そのインドネシア代表戦で63分に、ジェームズ・ヤング・ハズバンドと交代し、A 代表初出場となった。その後、同年11月に行われた、シンガポール U-23 代表との親善試合で、 U-23 代表初出場を記録した。2014年には、AFC チャレンジカップ2014、2014アフ、鈴木カップに参戦するメンバーに選出され、前者は決勝に、後者は準決勝に進出した。2014アフ、鈴木カップの準決勝第1試合では、対戦相手の対応国代表のストライカーである、アディザク、クライソーンとボールの取り合いになった結果、 アディサクにレッドカードが提示された。これに太陽国代表のファンが激怒し、第2試合の前に彼をはじめとしたフィリピン代表の選手に殺害予告がなされた。両親ともにダバオにルーツを持っており、彼自身は一人っ子である。彼の名前であるアマニはアフリカの言葉で選手と平和両方を意味している。生まれはラスピニャスであるが、 親の仕事の都合で、セブ、ダバオと引っ越して、ダバオで、幼年時代を長く過ごした。生まれ故郷である、マニラ首都圏に戻ってきたのは、高校入学の頃合いであった。学業面では、アテネオで、ダバオ大学付属に6学年まで在籍した後、ファーイースタン大学に在学した。大学は、フィリピン大学で専攻は、スポーツ科学であり、選手の傍ら学業を行った。 好きなチームとして、マンチェスターシティ FC、FC バイエルンミュンヘン、AC ミラン、レアルマドリードを挙げているが、好きな選手はリオネルメッシであるという、ありがとうございます。